あ、ここにいたんだ。探したぞー。うん。うん。見りゃわかんだろ。なーでーて。 頭撫でて。はく。うーん。くすぐったい。 ここで何してたんだうんうんうん。へえ。仕事サボっていいんだ。ええ。だって。 教授でしょ今頃、講義してるはずでしょお前は出なくていいのか私はほら、単位足りてるもん。だから、サボろうが何しようが、 いいってわけ。この屋上で寝るのもいいってわけ。うーん、そうだね。普段は屋上とか来ないんだけどさ。まあ、気分かな。しかも。 ここに来たら、教授に会える気がしたから。なんか、教授と話してると、昔を思い出すというか、ああ。 こっちの話。ええー。いつも講義休んでるイメージそれか講義中に寝てるイメージひどいな私だって真面目に受けてる時あるよ。教授が知らないだけで。 しかも、教授の授業は絶対起きてるもん。え二人の時は教授はなしへいへい、わかりました。 私はあなたの彼女だったね今覚えばさ今思えばさ,今思えばさ犯罪級だよね歳も離れてるし二十歳になったばっかだよそれに比べて あなたは二十九歳。約十個も違うじゃん。ええー、九個だろうがって。十も九も変わんないじゃん。死者誤入したら十だよ。 そんなことどうでもよくないそれよりさ、膝枕して。眠い。あ、いいの今日はやけに素直だね。お邪魔しまーす。 何その前に一つこさえる手を離して。ばはぁ、あ。ほっぺをさ、ぎゅって、掴むのやめてもらっていいで、 何,何答えたらいいのん俺のこと本当に好きってうっはあす好きか 嫌いかで言ったら嫌いじゃないえということはうんすなわち。 あなたが好き。いいでしょ。膝枕、うんうん。あなたのズボン。柔軟剤のいい匂いがする。 このまま寝ちゃいそうだね。もう一回言って柔軟剤の下りそっちじゃない。<laughs> あなたって、意外と強欲さんだね。我が輩は、 あなたのことが、すっき、たにゃ。え、なに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 かわいすぎる <laughs> そりゃあ、どうも。 こっ,ち見んな <laughs> こっち見ないでよ。私だって恥ずかしいんだから。